美しい国、日本のためにの時間であります。これから第2部に入りたいと思います。第1部の方ではですね、30年間、新体であった日本経済が、このところへ来て、まあ正確に言えば2022年頃からですね、これ岸田内閣の政策指導にも追うところが多いんですが、いずれにしてもですね、貯蓄から消費へということで、NISAを通してですね、本当に貯蓄から投資へ金が流れ始めて、もうこのところは月にですね、2兆円だとか3兆円だとかというですね、規模でどんどんと貯蓄から投資に金が流れていると。それからもう一つ大事なことはですね、ずっと賃上げがなくて、実質賃金はマイナスだったんですよ。で、それをですね、財界にも説得しですね、マスコミも賃上げしなければダメだという、まあ賃上げムードみたいなのが日本にできましてね、さすがの財界も動いて、去年で 3.5% ぐらいですかね、名目ですけども上げたんですよ。でもまだ実質賃金はマイナスなんです。で、今度の春闘、今年に入って3月から4月あたりの春闘、どんどん今結果が出て、第二次回答ぐらいまで来てるんですかね。そうすると、大手企業はですね、満額回答が多くてですね、ほとんど満額回答。満額っていうのは、連合が求めてるのは 5.8% でしたかね。ちょっと忘れましたが、5.何%なんですよ。で、それを満額回答して、さらにその、連合の数字よりももっと、上のですね、賃上げをするというところも出てくるということで、もうこの34年ぶりの賃上げなんですね。しかも普通賃上げするったって、少しずつ賃上げするっていうのが普通なんですが、急にですね、この満額回答というですね、これ日本人というか日本の社会ってのはちょっと西洋とはそこら辺が違うんですね。ずーっとダメだった。ところがある日突然ですね、満額回答で、100点満点というふうにですね、なる。そういうことが起こる国なんですね。いずれにしても、懸案の賃金が伸び、そして所得が伸びて、日本の消費、個人消費ですね、これが今、どんどんと伸びていると。そして、インフレで、輸入コストその他が、この高くなってますから、企業は、この、物価高をですね、商品に転嫁すると。ということで、まあ商品にどんどんとですね、インフレの分を転嫁してるんですが、これも結構受け入れられてですね、スムーズにどんどんと価格転嫁が行われていると。そして、思わぬほどの、まあピッチと、率ですね、率で賃上げがどんどんと、この、賃上げがなされていると。いうことなんですね。そして企業もですね、今まで新体の時は、上場企業だけでも、いくらくらいでしたかね。500兆円を超える内部留保って言って使わなくてもいい金をですね、500兆円以上を持って持て余したんですよ。うん。それだけ金持て余していながら賃上げには一切協力しないというか賃上げをしてこなかったんですよ。ね。ところがこういうふうに一気に状況が変わってくるとですね、企業の方も盛んにこの余剰金ですよ。余剰金をどんどんと、この賃上げに、この向けてくるというですね、まさに理想の形が今、起こりつつあるんですよ。そうすると日銀が、まあ理想としている、目標としている、賃上げと、それから物価高というものがですね、こう、好循環で回っていくという、こういうですね、目安が、もうはっきりと見えてきたわけですね。これは日本経済にとってですね、非常に大きな流れなんですね。で、こうなってくるとですね、もう、日本経済新体ではなくてですね、今までずっとこう、寝ったのにですね、いきなり飛び起きて、さあ、これからマラソンだなんていうですね、もうよその国では信じられないような事態になってるわけなんですよ。だからこの新体であった時っていうのは、まあ、株に現れますから、株を見るとですね、約30年間、まあ、1995年の4月を100としてですね、株価はどうなった、物価はどうなった、賃金はどうなった、それから GDP はどうなったというようにすると、この指標が出るんですよ。ですから株価の指標なんかを見ますとね、アメリカなんかと比較しますと、アメリカの株価っていうのはもう時とともにずっとこう右に上がってるんですけども、日本の株価っていうのはですね、この30年間、地を這うようにずっと平行線なんですよ。ね、平行線なんですよ。ところがですね、去年あたりから一挙にですね、
天に向かってまっしぐらでですね、株価が上がってるというですね、もう日本という国はちょっと何事においても極端なんですね。成長しないというと全く成長しない。で、ある日突然ですね、これから成長するっていうとですね、もう世界が驚くように天井に向かってまっすぐ成長していくというですね、もうやはり日本という国はもういろんな国からゾンビだ、得体が知れない動物だというゾンビだなんて言われてるんですけども、言われても仕方がないでしょうね。うん。起きることが普通じゃないんですよ。いい意味においても悪い意味においてもですね、日本というのは非常に不思議な国で、ある日突然という、それがですね、起きる国なんですね。過去の戦争の歴史なんかを見ても、まあそういうことはよくわかるんですが、いずれにしてもですね、このところで経済ファンダメンタルズが改善されて、賃金が伸び、おそらく来年にかけてはですね、インフレ率を上回る賃上げ率ということになってですね、本当に賃上げと物価高が好循環で転換すると。連動して動いていくということ、日銀がもう理想としていることなんですが、おそらくその理想通りになっていくのだろうというふうに思われますね。そうするとですね、これ大事なことなんですが、これ一つの転換なんですよ。今まで何もかにも動かなかったのが、今度は急にですね、動き始めるということになるとですね、これまた、日本の国民生活というものにもこれも大きな影響を与えますし、また株価にも大きな影響を与えますし、ドル円というですね、為替相場ですね、これにも大きな影響を与えますし、いろんな面でですね、大きな変化が起きるわけなんですよ。それは当たり前ですね、今まで死んだように寝てたのがですね、急に飛び起きてですね、こともあろうにマラソンやろうかなんて言うんですから、これは何もかにも変わりますよね。したがってですね、具体的にどういう風になっていくのか、例えば株価はどの辺まで上がるのか、それから為替ドル円相場はどうなるのか、それから大事な国民生活、そして所得、可処分所得ですね、自分が自由に使えるその所得ですが、可処分所得って言うんですが、これはどうなるかというようなことを、まあ考えていこうと思うんですね。しかし、いくらこの日本の現在の環境の中で、どうなるこうなるということをですね、考えても、今グローバル時代ですから、お金に国境はないわけですね。もちろん人間にも技術にも国境はないんですが、特にお金に国境はないわけなんです。だから日本でこうなります、ああなります、株価も5万円になりますというようなことを言ってもですね、それには外国のお金の影響が大きいんですよ。今まで株価が全然上がらなかったっていうのは日本からですね、お金がどんどん海外へ流れて投資していった。だから株価は全く上がらなかったわけなんですね。で、今度はですね、ウォーレン・バフェットさんという株の神様がですね、もうこれからは日本株を買わなきゃいけないなんていう時代ですから、今度は世界の金がですね、日本へ向けて流れてくるという、こういうですね、大きな変化がこれから先見込めるわけですね。そういった今の国内の金融財政政策に基づいて、かつまた、このアメリカ・ヨーロッパ経済もこれから変わっていくわけですから、今まで利上げしたのは今度は利下げをするわけですから、これも大転換をしているわけですね。その大転換の影響を当然日本もまた受けるわけなんですよ。だからそういうふうに日本経済の今立っているところからだけではなくて、アメリカ、ヨーロッパがこれから変わっていく、その影響が日本にまた及んでくるということも考えて、つまり単式簿記じゃなくて複式簿記的考え方でですね、これから先の日本経済というものを考えてみようと思っております。